三浦半島ならではの美味しい回転寿司を食べに行きます。イエーイ。さあ、国道16号線を走っておりますよ。この辺は三春町っていうエリアなのかな。そうだね。割とこの通りは、横須賀の、まあ、メイン幹線道路、いろいろ車屋があったり飯屋があったり、まあまあ何でも揃うような一通り、いわゆる本当幹線道路沿いですね。焼肉屋もあったりね。ここ今東の方面に向かって大津というエリアを目指しているわけです。ですな。です。もう間もなくね、には到着しますので少々お待ちください。さあ、目的地が、見えてきたところが着きました。目の前です。着きましたよ。こちらです。おいしい広場という、まあ横須賀の台所みたいなもんですよ。何でもありますここは。さあ、じゃあちょっと降りてご紹介をしましょう。はい。さあ、着きました。こちらが、横須賀にある三浦半島の美味しい海鮮ものが食べれる握り一丁ですね。です。回転寿司だね。一応回転寿司ですな、うん、こっちにはカニ屋さんがあったりね、はい、焼肉屋もあるし、ファミリーガーデンっていう、まあ、ファミレス的なやつもある。何でもある。素晴らしいですな。この広場全体を指して美味しい広場と、しょうもない名前です。言います。じゃあ早速お寿司行ってみましょう。行こう。さあ、さあ店の中に入りました。ね、メニューも豊富でいいですね。やっぱり向こうはね、岬なんで、マグロ岬港直送ですよ。最高じゃないの。この盛り合わせとかめっちゃうまそう。安くない？安っ。670円で大トロまで行くの最高やんけ。パールで、じゃあこれで注文ができます。ジャパネル式はありがたいね。やりやすいね。いらっしゃいませ。じゃあちょっと頼んでみましょう。頼もう。はい、青森サーモン、うまそう。えい、のどぐろの炙りのブリトロやね。ブリトロ、ブリじゃないよ、ブリトロだよ。本マグロ、三種盛り、大トロ、中トロ、赤身。はい、あんな。じゃあ、ね、マグロせっかくなら行ってみましょう。行ってみましょう。きれい、うん、美しいよね。うん、どっちも美味しい。赤字やけど、なんかすごい高級な気がする。さすが目先やな。いただきます。お寿司久しぶりやもんな。とろける。いやね、超うまい。ブリトロですか。めっちゃ綺麗。とろけすぎやろ。とろけすぎることがあったか、世の中にも。普通のブリとちゃうわ。マジですか。うまい。よし、ところにレモンを敷いて、うまそう。よし、いただきます。これぞのどぐろやな。のどぐろなんてもう半年ぶりですか。北陸が思い浮かぶわ。最高ですね。アサリ汁、アサリ飲んでみます。うまい。だし効いてる。うまい。ええな。熱い。ボタンエビ超特大の塩だれ焼き。うん。超うまそう。頭がうまそうだ。入れてみるか。うわ。味噌。
頭までうまい。マダイ。ツボダイ。ゲッソウ。ゲッソウ言うな。アジ。からの。アワビ。最高ですな。超うまかったから2回目。うどん。あよ食えや。このカフェの味が最高。中トロ。うまい。